おはようございます。今日は9月の15日、今午前10時です。まあ、最近割とねのんびりした工程にはなってるんですけども、やっぱりネット画面にずっといると疲れるというので、まあ今日はですね一日また休みです。こんな休んでばっかりで大丈夫かとも思いますが、まあ、広島市で一日休む、これは結構面白いことなんじゃないかと思っています。今日はね観光とかも特にする気はありません。ただ普通に都会での一日を過ごすということです。日本をぐるぐる旅して回ってまいりますと、日本の至る所が田舎ばっかりなのだということをよく実感させられます。まあ、別にそれはそんな不思議なことではないんですけども、またこの広島はですね、個人的に私が日本一長い切符の旅とか2度目の往復切符の旅とかやって、YouTube 始めたばっかりの時にずっと忙しくなって動画撮りまくってた時に初めて休みを取った地でもありまして、あの時の休みがね一番面白かったですね。ホテルに泊まって1日滞在し、ちょっと美味しいものを食べたりコンビニスイーツを食べたりして過ごしました。あれはもう一生に残る思い出なんで、また味わいたいなとも思いまして、この広島で休憩を取ることに憧れていたわけです。で、今日まではですね、この広島ってネットカフェが非常に多いので、まあ、結局学割のある快活クラブにしましたが、まあ、ネットカフェに泊まってたんですけども、今日はホテル取りました。一番安いここです。広島グリーンホテル。ただそれでも一番安いってそこが6500円でしたね。今日ね運の悪いことに3連休の中日なんですよ。私別にいつも、まあ、連休とかねカレンダーは関係なくやってるわけですけど、よりにもよって、まあ、ホテル泊まろうと思った日が3連休もうこの時点で、今日ね昨日の動画もまた現時点で4万8000回、日輪で日本温泉の普通列車の動画とかですけどね、出したんですが4万8000回しか再生されてませんので、6800円の予算のうち6500円あそこで使っちゃうと、あともう300円しか残らないわけです。だからもう赤字確定なんですけど、もういいやと、金なくなっても明日以降節約すればいいやということで、今日は向き羽を伸ばそうと。で、重い荷物なんですが、まあ、ホテルというのはチェックインの前に荷物を預けることができるんですよね。ちゃんとそれね宿泊約款で基本的に定められております。だから荷物だけ持ってって、チェックインはまた後ですがフロントで預かってもらう。これは割と賢いやり方かと思うんですけどね、皆さんも結構その点は重視してホテル選ぶとロッカー代の節約になりますから。これ昨日広島市民の藤原さんに教わったんですけど、広島市民は広島駅前のこの噴水をケツ噴水と呼んでいるそうです。まあ、確かにそんな形によく見えます。もう各地方の名物ばっかり食べてまして、ここは日本ですから当然和食中心になるわけですけど、洋風のものが食べたいと、まあ、いつもねお腹をいっぱいにするためにコンビニの菓子パンも食べてるんですが、美味しいパンリトルマーメイドが入っております。今日ねちょうど9月15日なんですけど、本日プレゼント実施中。なんだ今日プレゼントリトルマーメイドの日、いい朝プレゼント中、600円お買い上げごとに感謝を込めてプレゼント。あ、600円はちょっと厳しいものがあるな。お買い上げごとに漏れなくその場で、これがもらえるわけじゃないんならまあいいかな。まあでも美味しいパンを食べよう。休みといっても前に広島で本当に初めての休みをした時のようにお金があるわけじゃないので、まあ、節約しながらになってしまいますが、これですね大きい、まあ大きいから買ったんですけども、でも美味しそうです。ガーリックパン、それからなんかね中にもちもちした生地の内側さつまいもが練り込んである甘いなんかおやつ的なやつと、あとこれね視聴者の皆さんからもさまざまご心配をいただいておりますが、野菜ジュース、しかし視聴時はあしからずお願いいたします。こんな予算制限のあるネットカフェ旅行なんかしないでね、毎日このぐらいの食事だけしていれば普通に幸せな日々を送れるんですけど、でもねこういう普通の平穏な日々っていうのはやっぱこういう旅行とかで毎日変化に富んだことをやってるからこそ貴重に感じるのであって、多分毎日これを送れって言われたら私は退屈でやれないでしょうね。携帯電話およびスマートフォンをお持ちのお客様にお願いいたします。乗務員のおります。東の扉です。
金山町に。はい、着きました広島中央郵便局。今日は日曜日ですが、まあ、私ね広島に何日に着くかとかよく分かんなかったんですが、これほど立派な中央郵便局であれば、荷物の受け取りなど24時間いつでもできるはずと思って、一応このね広島中央郵便局って必ずしも利便は良くないんですけど、立地は良くないんですけど、ここにしたわけです。悠々窓口ご覧ください、24時間営業。やっぱ中央郵便局に限るよ、旅行行くときにね、あの荷物を送ってもらうときは。あのですね、行ったらば、なんか現金書留まで届いておりまして、クレジットカードとか、まあ、実は忘れたんですけども、クレジットカードって現金書留まで送る必要ないよなと思って見たらですね、さまざまな差し入れ品をいただきましたね。ビスコ、それから果汁グミと、あとチロルチョコ、まあ、九州の方なんでね、九州 のチロルチョコをいただいたんですけど、それと現金2000円をもらってしまったわけですが、いや、この金どうしようかな。これ予算に組み入れてもよくないですか。今日の再生数は、まあ、再生数が予算6500円なんですけど、もう何も食事とかほとんどするお金ないわけですよ。だからもう何にもね、せっかくの休みだけど、まあ、お金なくただ街をブラブラして安いパンでもかじるかなみたいな風にもね、まあ、考えてたわけですが、もういいよな、これ予算のこと2000あればね結構遊べますんで、まあ、遊ぶって言っても食事しか使い道ないですけど、なんか美味しいもん食べよう。これで弥生軒だ、チキン南蛮定食740円、唐揚げ定食は690円。あ、いいな。確かご飯をおかわり無料にしてね、無料だったのを有料に変更したら炎上したんですよね、ここね。かわいそうな店だなと思いますけど、肉野菜炒め定食720円、いいね。まあ、でもですね、まず原爆資料館、昨日まだ全部見切れませんでしたのでね、大体を話すべきことは話したかなと思うんですけど、新しくなったリニューアルしたところ、まあ、やっぱせっかくなんですが、ね、もう向こうの方針が変わったのは全部見届けたいと思いますんで、まずはちょっと歩いてそこへ。歩いていたら、これなんだ、ルギアの家。ああそうか、ルギア爆弾と思ったらね、エネルギアの家って書いてある住宅のなんかやつでしたね、保険か。広島の街を散歩していると、至る所に原爆の名残を見ます。昨日ご紹介したもののすぐ近くなんですが、この建物もですね、中国配電株式会社ってことですけど、この上のところは新しく建てたものの、下は原爆で焼かれた部分はそのまま残しているそうです。原爆資料館に久々に見てきまして、昨日藤原さんともね、お好み焼き食べながら、その展示方法についての話をお互いにし合ったんですよ。でスーツ君、君はどんな意見かねみたいなのを聞かれて、まあ、喋ったんですが、まずね、第一に私もちょっとああいうものに見学しすぎてね、慣れてきちゃったのかなというような気がしました。見てて今回の展示方法はどのように変わったかなみたいな、そんなところばっかりね注目するようになってしまって、なんか原爆の恐ろしさとかね、そういうのを伝えているはずなんだけども、なんかそれを見てもね、だんだん何とも思わなくなってしまった。もう自分の知識の中ではね、平和教育みたいなもの、私はもうちっちゃい頃からうちの家族の影響もあってよく受けてきましたんで、どっちかというとかなり慣れてると思うんですよ。だから熱線で顔がこう全てね焼け立たれて、もう爆心地の人は真っ黒焦げ、姿がわからないように炭になってしまったとか、表面の皮膚がこのようにこう剥がれてしまった、そのまま歩いている目玉が飛び出したとかね、防火水槽、ね、消火のための桶がありますけど、その中に水を求めて入っていって、次々人が折り重なって死んでるとか、そういうのたくさん話は聞いていて、絵なんかも見ますけども、逆にもうそういうのあんまりもたくさん見続けているんで、だんだんとね、原爆が怖くなくなってきちゃったんじゃないかなというような気がしてですね、藤原さんとも言ってました。藤原さんもたくさんそういうの見てますんでね、おっしゃってましたけど、あんまりそういうのは見ない方がいいのかもねという話でした。それから展示方法についてですが、もともと亡くなった方が着ていた遺品、まあ、服ボロボロになったのとかですね、飾ってて、でこの方はどこどこで被爆されて、その後こういうことをしてここへ行きましたが、結局何月何日に症状がこのようになって、家族にこのようなことを言いながら亡くなりましたみたいなのが書いたんですけども、ね、やっぱそういうのを見て、ただ原爆の怖さというよりも、そこに残された実物のものを見て、見学者に当時のことを想像してもらおうという趣旨で今回のリニューアルは行われたらしいんですけども、申し訳ないんですけど、私はね、あんまり人に対して共感したりとか同情したりとかする感覚が薄くて、そういうものを見てもね、ちょっとあまり想像はできませんよ。実際人がこう焼かれてる写真とかね、怪我人とか人が折り重なってる絵とか、そういうのを見てもやっぱり、ね、実際だって
もともとここはこの辺一帯は人がみんな真っ黒になってこの辺りでそこら中に積まれていたと思うんですけど、そういう場所だと思うんですけど、そんなことをこう写真で見せられたからって言って体験できないじゃないですか、だからね、まあ、私としてはやっぱりこんなことを言ったら被爆者の方も浮かばれないと思うんですけど、でも原爆の恐ろしさをそのまま伝えるっていうのは結局いろいろ平和資料館もやってるのは分かりますが無理なんじゃないのかなと思いますね、だからなんかこんな別に極論とかを言うつもりもないんですけど、だんだんああいうものの恐ろしさっていうのは伝えようと頑張る人がいる一方で、もともとの人たちが持っていた、その感覚はずっと受け継がれていくことはなく、だんだんですねもう一度核戦争をするんじゃないかとか核の保有がどんどん進むんじゃないかとか、まあ、実際にお隣の国でもいつミサイルをこちらに撃ってくるやらわからないということになってるんですが、そういう気がしますね、だからあんまりこう世界平和に向けて何かが前進しているか、そういうことはね、あんまりあそこを見ても思わないし、永遠にそういうのは達成されないんだろうなという気もしています。ちなみにそういう話した後で何食わぬ顔で観光のご案内でも、まあ、どうかと思うんですけど、向こうに原爆ドームも見えますが、ここからですね、便利なことに、すぐここの川トゥ宮島と書いてあります。宮島までもう直行の船が出ています。まあ、結構お金かかったと思うんですけど、これでね、広島の中心部とそれから宮島、島自体を直行で行ける乗り換えなしの船は、まあ、結構便利で、これを使ってしまえば広島の観光は1日で済ますことができるでしょう。今大通りに出ましたけど、神谷町の地下通り、これを通らないと、まあ、大体この辺りの移動には不便します。横断歩道というものがないからね。さっきお金2000円もらいましたんで、それでこの先のデパートの屋上でなんか食事をしようと思います。来ました、八丁堀のここが福屋デパートですが、ここもね、藤原さんに教わったんですけれど、この建物戦前からあったそうで、これも被爆をした建物だそうです。この上でお食事しようと思います。1000円でね、食事したいのと、オムライスとかそういうやつを食べたいんですけど、そんなもんあんのかな。あったけど、ランチタイムはもう終わったんだろうか。ディナータイムが16時からですから、終わったわ。ちょっとね、一応屋上レストランに来てみたんですが、ディナータイムですからね、ランチってのはもう二足三文で出してくれるけど、ディナーはそうはいきませんよ。これはダメそうだな。ちょっとね、メニューとか見てみたんですけど、外側ではメニュー値段が書いてなくて、あまりにも怖いのでちょっとこれはやめることにしました。怖すぎる。昼は1080円から、夜はそうはいかないでしょう。結局なんだかんだ手頃な食べ物は広島駅に揃ってるようです。銀座ライオン、ここでね、オムライス食べますから。オムライスというのはあんまり値段がしない割には量も意外と多くて、贅沢をしている気分になって、しかもお腹が膨れるという優れものだと思っています。美味しい。さて、今日泊まるホテル、駅前グリーンホテルに戻ってきました。さっき裏口から入ったんですが、こっちが表玄関、下には不動産屋が入ってますけど、このリブマックスってね、ホテルの会社なのかなと、不動産屋らしいんですが、結構広島では多いですね、目立ちます。で、シングルと和室という条件でじゃらんで検索したらね、ここがね、和室が一番安かったんですよ。広島の中のこういう普通のホテルでね、びっくりですが、なかなかいい部屋ですよ。これ引けばいいのかな。ツイッターいいね、これめちゃくちゃいいです。喫煙室だったんですけど、これちょっとこうタバコの香りが少し染みついてるあたりがまたいい。いやー、幸せ。ふかふかのマットレスの敷かれた二重の布団、あーあ、いいですね。
これですよ。後でまたなんかコンビニかなんか行って買ってこようかな。もしくはお好み焼き屋さんに行って持って帰ってきてここで食べるってのもいいですね。ああ、和室やっぱこれが一番落ち着きますね。多分ね、まあ、ネットカフェとかばっかああいうの使ってるから、それでまともにくつろげる空間に入れればもうそれだけで十分幸せってのもあるんですけど、なんか家に帰ってきたような気がするんだろうな。私の家は基本和室ですからね。家なんてもうしばらく帰ってます。本当にしばらく帰ってない。前も言ったと思いますけど、試験とかやる前からもう帰ってないんで、2ヶ月半とか家に帰ってないですけど、いやー、あれがいいね、またね。やっぱ非日常っていう感じがする。家に帰ることはもはや非日常なんで、いやー、安らぎだ。ああ、6500円?もう、大金でしたけどね、はたいてよかった。チャッチャチャー、チャ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 ー、チャッチャチャンー、チャ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 ー、チャッチャ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 カープ、カープ、カープ、広島、広島、カープ。この後、替え歌しか知らないですけどね。ボロお使えと日がまたボロをよこす今日もクソダイヤ乱れと戦い。テレビがつかないんですよねこれ。本当はテレビ見ようと思ってつけてるんだけどつかないのかな。有料ハイビジョン放送、ハイビジョンってこと、テレビ有料ってことないでしょ。 TV& ムービーズって書いてあるな。ハルガムテープ、ハルガムテープ、新車は二度と来ない。カープ、じゃテープ、テープ、テープ、広島。あ、この動画もこれ以降大した内容ないんでね。私がグダグダしてるだけのシーンですから。広島ガムテープ。あれ?カープの中継ないのかな。まだ始まってないか。今日カープの試合あるみたいなんでね、広島市民と一緒ににわかカープファンとか言われるのかもしれませんけど、今日だけテレビで広島カープの戦いを一緒に応援しようかなと思ったんですけど、やってないんだな。カープ家の広島生活って書いてある。そんな番組があるのか。広島テレビ、それはそうだよな。広島テレビはやっぱり赤です。あったあった、プロ野球広島対ヤクルト18時からだ。あーそうか、今 BS ニュースの時間か。そうか、あ、千葉ね。まあ正直私が行く頃までには復旧するのかなと思って、その点については良かったと思うんですけど、大変だよな。こんなひっくり返って言うことでもないか。地区によってはさらに日数がかかる。今月27日までってまだまだじゃんねえや。そんなになんのか。で、本当はちょっとカープの試合始まるの見たいんですけど、カープ見てるとあれですよね、今日はね、あれなんです。まあ、ちょっと動画投稿もサボるために、プレミア公開ではなく、18時からライブということにしてるんですけども、それちょっとね、それもまた18時からじゃないですか。だからそうするとちょっとカープの試合頭から見られないな。音消してみるか。そうしましょう。よし、ちょっと。よし。まあ、音消して、これでこのテレビにですね、ライブ配信のための携帯電話を立てかけて、視聴者の皆さんがね、現在地どこですかとか絶対質問来るんで答えないんですけど、まあ答えたらちょっと面倒なことになるからね、言わないんですが、まあ私は裏で、地元カープの、戦いを見るということですね。いい作戦だ。今テレビでね、天気予報やってますんで、多分天気予報終わったら、その霧のいいところで6時になって、次の野球中継も始まると思う。で、ここも、まあ、あとはライブ配信を開始っていうボタンを押せば、すぐライブできるようになってますんでね、今ね、715人が待機ってなってます。もっと増えてくれるといいな。再生回数なんでね、ライブ放送中に見てもらっても、広告が流れないから、私の動画収益にはならないんですけど、再生してもらえば、もうそれ、お、来た、ニュースをお伝えしました。6時になりますって言ってるね。よし。まだなんか、今日のニュースの一覧みたいなの流してんな。まだか。これで時間調整するんでしょうね。6時ぴったりになるように。発
608人が待機してます。あ、音消える音消える、消えた消えた、場所がバレる。始まんないな。広島の街中で、あ、もしもし、もしもし、こんにちは。大丈夫ですか、通信とか大丈夫ですかね。今ポケット Wi-Fi を使って通信してるんですけども、あ、現在接続できませんこれ困ったな、配信を終了。あー、ポケット Wi-Fi じゃダメだ、ちょ急がないと視聴者がみんな待っている。ちょっとね、本当はこのホテルの Wi-Fi に接続しようと思って、うっかりポケット Wi-Fi のままで通信を始めてしまった。グリーンホテル Wi-Fi は早く早く視聴者が待ってる、待ってく、頼むから待ってくれ。ひーろーし、まあこれパスワードが読み上げたらまずいか。まあ公開されてるパスワードだし、ここ来なきゃ分かんないと思うんですけど、よし、できたー、早く繋がる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 、早く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 、よし繋がったー。はい、もうシステム更新なんかもうそんなの3ヶ月4ヶ月くらい前にもう最後にやってません。動画ライブライブライブ配信さっき5秒で終了しまったからな。公開、予算が困っ、予算が少ないので今日はライブ放送を、よしこれいいな。で、場所とかを言えたら終わりなんで、写真か、写真はまあこうやってなんか毎回ライブ始まる前にサムネイル用の写真撮りますとか言ってこうなるんですけど、まあ、こんな適当に撮った写真じゃどうしようもないんで、サムネイルをアップロードってやって、それでちょっと待って、ね、なんか個人的な大事な写真とかあったら困るんでね。これでいいや。これで、これを保存して、もう2分遅刻してる。まずいまずいまずい。ライブ配信を開始と押せば始まります。お、カープ、試合も始まってんな。まだ始まってないか。プレイボールじゃないね。はい、皆さんすいません、大変お待たせいたしました。でも多分今おい、どうなってるとか言って混乱している方が大勢おられると思いますので、もう少しだけちょっと待っててください。この動画ではですね、今から1分間をめどに、ま、お待ちしたいと思います。私のせいで、ライブ配信を18時からと言っていたのに、その始めたライブ放送を、ちょっと遅延させてしまいましたので、1分間のみ、お待ちいただきたいです。ですからこの動画を後ほどこの放送が終わってから改めて、再生され始めたという方は、動画冒頭からおよそ1分ほど飛ばしていただければ、見やすくなると思います。1分の間は、カウントダウンしましょうかね。待ち時間はあと35秒、35 34 33 32 31 30 29 28 27 26、でマスブあれですからね。じゃあちょっと答えてあげよう。今の場所は答えられません。これも毎回そう言ってますね。好きな特急はサンダーバードとか、まあ寝台特急が好きなんですけど、まあサンライズかな。ライブですよ。今日はね、ライブ。日本一周に関連することを皆さんぜひ、お答え、私に投げかけていただければと思います。それでは、今から始めますので、日本一周動画に関することのみお答えいたします。今回も日本一周動画ですからね。現在地については私お答えできません。焼けたかなっていうのが来てるんですけど、これね、やばいんですよ。もうちょっと、見てもわかんないかもしれないですけど、この手のひらの色が元々の私の肌の色みたいな感じなんですが、ちょっと全然色違うんですよね。びっくりですよ。もう壁のね、白いところとかに当てても真っ黒になってるから。沖縄かということですが、一応沖縄ではないですね。あとは、熊本で田原坂以外の候補はどこでしたか？本当は温泉、黒川温泉とか行きたかったのと、阿蘇も行きたかったし、あと熊本で行きたかったところはね、通順橋ってピシューってやつ。あ、スーパーチャット1200円ありがとうございます。でもスーパーチャットは予算には入れません。そうじゃないと、非常にぬるい旅行になっちゃうので、私の、普通にこう、懐にはしまわせていただきますけれども、スーパーチャットには、予算には入れません。今ネットカフェですかということですが、ネットカフェではないですよ。今日はね、1日、街で休みということにしまして、普通の生活をするという日なんですね。で、今日はね、こんな感じ、和室に泊まってるんですよ。ね、これ、まあ、結構お金かかっちゃったんですけど、もう最近ね、再生が少なくて大変なんです。まあ、私がちょっとね、南九州で、皆さんのこう、関心をこう、引かないっていうかね、まあ、ちょっとこう、地味すぎる内容がたくさん取り上げてしまったんで、それでね、再生数が少なくなってるんで、今日のライブをぜひ、再生してくれたなと思うんですが、もう再生してくださった皆さん、ありがとうございます。あとは、
これまで何円使いましたかということなんですが、予算が1万円いった日はほとんどありませんので、まあ、これまでの日数かける1万すればいいのかなと思いますね。8月の頭から今日は9月の15日じゃないですか。だからまあ45日だとすると、まあ、45万円。でも間抜けてる日があるんで、まあ、30万ぐらい使ったかなって感じですね。小笠原諸島にも挑戦してください。ちょっときそうだな。別のところでずっと待ってたって方いますよね。いや、ほんと申し訳ない。冒頭はね、私がミスったんで。あとは、アフレコはどうやってやってるんですか？アフレコはいつもはビデオカメラを使って、後で音声をそこに付け足して、撮った音声。今ね、ライブ放送終わりましたけど、45分で再生数 2.7 万。やるねー。これはいいぞ。もう現時点で明日の、収入4700円は決まってますからね。始まって45分の時点で。これいいね。もっと再生されて明日はもうちょっとまともな、金額になるということを願っています。そうでないとちょっとやばい。ちなみに広島カープはですね、ヤクルトスワローズに、一点選手されてしまったようです。まず本日、エルドレッドというアメリカからの、広島で7年もやっていたですね、もうこれ苦楽を共にしたんでしょうね。その選手が本日引退の予定なんだそうです。そうなんだ。それはね、なんかこう不思議ですけど、違うカープ2点取られてるな、スワローズに。まあスワローズもね、国鉄スワローズのあの流れがあるんで、なんか私どっちかっていうとちょっと興味がある方なんですけども。そうか。でも広島のカープってね、市民球団ということで、原爆が落ちた後の、人々の心の拠り所として成長していったっていう面があるそうですけども、あんまり実はカープの歴史は私分かってないんですが、今でもね、カープだけは、広島東洋カープでもう市民球団ではないんでしょ？いや、わかんない。そうなのかもしれないですけど、スポンサーがついてるじゃないですか。だからその、マツダスタジアム、市民球場じゃなくてマツダスタジアムって言ってるし、その、広島の、広島っていうか、今はね、もう、マツダっていう球団になってて叱るべきなんじゃないのと思うんですけど、今でも、野球のこの表記にはね、広島は広島って出ますよね。これがなんか不思議だよな。まあ、なんかちょっと理由あるんでしょうけど、調べてみ、ちょっと調べてみるか。じゃあまあ、まだ動画作んなきゃいけないんで、あるはありますが、今日はこれで終わりにします。ライブ配信もうまくいきました。視聴者の皆さん、ご視聴ありがとうございます。四国編は私面白いと思うんですよね。北九州以降はなかなか面白い動画が、私の反省もあって作れてると思いますので、また、楽しんでいただければと思います。明日の動画も面白いし、明日も明後日も面白い。あ、眠い。おやすみなさい。なんでこう休んでばっかりなんですかね。あ、LINE が来ました。